よーし、ということで、今日も新しい一日が始まるぜ。春の月3日ということでやっていきましょう。ちなみにね、4年目に突入しました。うわー、4年目か。なんかそう思うと感慨深いね。で、奥さんはりんちゃんということで、今さ、好感度どれぐらいなんだろう。好感度がどれぐらいか確かめていこうか。お !14 点、これ何歩ぐらいや ?14.3 か、14.4 ぐらいかな。なので、もうすぐね、好感度がカンストしますね。いいね。しっかりと愛を育んでるよ。で、今日はね、何をしたいかというと、ここの牧場、ちょこっとね、変えていきたいと思います。まあ、どこを変えていくかというと、ここにね、以前花を植えてたんです。ただね、冬の月から春の月になったということで、花が枯れてしまいました。なのでね、今から、花の植え替えをしていきたいと思います。で、確かね、グエンさんの店が、8時半以降にならないと開かないんじゃなかった。なので、まあ、いい時間になればね、グエンさんのところに行きたいと思います。ところで皆さん、巨大な農作物とか、あとは珍しい農作物の作り方ってご存知です。どうなんだろう。まあ知ってる人はね、もちろん知ってると思うし、知らない人は知らないと思います。なのでね、まあちょこっとお話をさせていただきたいわけなんですけど、まあ例えば株であれば巨大な株になるのかな。まあこれに関してはシリーズ恒例だと思うんだけど、でその巨大な株っていうのは、ある一定の確率で種をまくと登場するんですよね。ところでさ、皆さん、巨大な農作物の作り方ってご存知ですか。まあないしは珍しい農作物って言った方が、まあ分かりやすい言い方かもしれませんね。まあ例えば、株を例に挙げるとすると、まあ普通ね、株を育てると小さな株みたいなのができるじゃないですか。まあ小さな株というか、まあ普通サイズの株ができるじゃないですか。たまにね、一定の確率ででかい株ができることがあるんです。で、この条件っていうのがね、意外に知らない人多いんですよね。なので今日はね、そこについてもちょこっとね、触れていきたいと思います。で、まずね、結論から申し上げます。作物の品質が高いほど発生確率が高くなります。あれっていうのはね、まあ、完全にランダムなんですよ。なので確定で、例えばでかい株を作りたいと思っても作ることができないってわけですね。まあ、運が良ければね、巨大な株をバン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 作ることが可能かもしれませんが、ただ原則としましては完全にランダムなんで、確定で入手することはできません。ただ一方で、その確率は上げることができるんで、その方法としましては、先ほど申し上げました通り、作物の品質を上げること。作物の品質を上げると、かなりの確率で巨大な作物をゲットすることができるんで、まずは作物の品質を上げていくことが重要なのかなと思います。じゃあさ、作物の品質ってどうやって上げるかというと、そこがね、やっぱ気になってる人多いと思うんですよ。作物の品質を上げるにはメーカーを使いますね。具体的にはですね、どこにあったっけな、クラフト機能で確かね、作ることができたと思うんだけど、種メーカーというものがね、あるんですよね。この種メーカーを使うことによって、かなり効率的に品質のいい作物を作ることができます。ちなみに必要な材料としましてはこちらになりますね。しなやかな木材、ゴールドインゴット。木炭ということで、まあそこまでね、どれも入手難易度は難しくないと思うんで、まあすぐに作ることができると思います。ベテランの方であればほとんどの方がもうすでに作ってるんじゃないかなと思うんですが、初心者の方でもね、すぐに作れると思うんで、これはね、かなりおすすめなんで、ぜひね、序盤で作っておきましょう。そしてこの種メーカーに、例えば牧場で株を育てますと、で、株を育てた場合、この種メーカーにぶち込むと、種がまたできるわけなんですよね。で、その種ができるわけなんだけど、その種の品質がね、高くなってるんですよ。入れた作物の品質より、まあ高い種ができるわけですね。それを繰り返していくことによって、品質のいい作物を作っていくことができます。なので、かなり重要なんです。この種メーカーっていうのは。なおかつ、巨大な作物も効率的に入手することができるんで、かなりおすすめですね。これね、みんな知ってるようで意外に知らない人が多いみたいなんで。まあ、小ネタ、豆知識として紹介させていただきました。まあ、何かの参考になればなと思います。まあ、これに関してはお金稼ぎであったりとか、あとは牧場レイアウトとかにも繋がっていくと思うんで、まあ、かなりおすすめだと思いますよ。まあ、こういったね、知識を知ってるか知ってないかだけで、全然変わってくるからな、このゲーム。割とね、知識ゲーって感じがするからね、牧場物語。知らなかったら損みたいな。まあぜひね、豆知識として覚えておいていただければと思います。あとはね、巨大種メーカーっていうのも別途あるんですが、そちらの巨大種メーカーの入手方法については確かね、別の動画でもお話ししていたと思うんで、もし気になる方はそちらの動画も重ねてみていただければと思います。まあ巨大種メーカーはね、かなり効率的だから、めちゃくちゃおすすめです。あれは本当におすすめなんで、ぜひね、皆さんも試してみてはどうでしょうか。ところでさ、牧場物語ってまだみんなやってるんかな？どうなんだろう。ちょっとそこ気になるよね。
やっぱりさ、発売した当初と比較するとプレイ人口がかなり減ってしまったんじゃないかなと思っています。皆さんどうですか？けどやっぱりね、発売した当初はめちゃくちゃ盛り上がって、なんかみんなやってたイメージがあるわ。お、牧場物語完全新作出たみたいな感じでみんなやってた記憶があります。ただやっぱりね、だんだんやっていく人数が減っていきますよね。まあやっぱりね、新しいゲームも随時発売していくわけだからさ、例えば最近ですとモンスターハンターライズとかなんかみんなさ、モンスターハンターライズやってるイメージがあるんだけど、てかほとんどの人が多分やってるよな。まあ俺もやってるしさ、まあ動画自体はそんなに上げてないんだけど、牧場とかアツモンと比較すると。いやーけどね、モンスターハンターの動画もね、上げていかないといけないな。全然ね、上げれてないから、まあ上げていこうっていう意思はあるんだけど、なかなかね難しいんですよ。っていうか上げるネタがないからなモンスターハンターって難しくないかどういった動画上げたらいいんだろう。まあいいや、そういった話はさておき、種をまいて水やりしていきましょうか。水やりもかなり重要だからな。ただこれをさ、毎月のようにやらないといけないのが結構大変だね。花の植え替えとか、農作物の植え替えとか。これ大変じゃないか。月初のルーティンみたいになってるわ。月初ルーティンです。そう思うとね、季節をまたぐ野菜とか、あとは花とか、めちゃくちゃありがたいね。てか花はないのか。野菜は確かあるけど、多分ね、花はないと思うんですよ。まあ、花もあればね、ありがたいんだけどな。まあ、もしかするとあるかもしれないけど、俺が見落としてるだけかな。まあいいや。さあ、どんどん種をまいていきましょうか。まずは基本は種まきなんで、種まきから始めていきましょう。マジでこのゲーム種まきゲーだからな。とりあえず種をまくかみたいな。けど、チューリップめちゃくちゃおしゃれですよね、パンジーと。俺さ、チューリップとパンジーめちゃ好きなんだけど。いいよね、パンジーとチューリップ。なんだかんだ言ってね、安定してるわ。可愛いし、おしゃれだから。牧場に合いますよね。さあ、よいしょと。ここも終わりかな。で、ここはね、牧草植えた方がいいかな。牧草か、どうしよう。チューリップ植えようか、やっぱ。まあ牧草植えてもいいんだけどね、チューリップにしましょう。あとさ、牧場をちょっと放置するだけで岩がニョキッと出てきたりとか、あとは木が生えてきたりとか、これどうにかしてほしいな。すごい勢いで伸びてくるからね、これマジですごい勢いじゃない？え、嘘だろみたいな。寸地サボっただけでこんなに木が生えてくるのっていう、まさにそんな感じですよ。ちょっとでもスペースがあったら生えてくるからね、この子たち。マジでどうにかしてほしいよ。牧場レイアウト的です。すぐにヨキッと出てくるみたい。はい、ということでここも伐採していきましょうか。いや大変だな本当に。で、あとはここか。よいしょと。さあこんな感じ。ただあとはね、この牧場物語やることとすれば牧場レイアウトぐらいだから、とりあえずね、おしゃれな牧場を作っていきたい。やっぱりね、せっかく牧場物語をやるんであれば、おしゃれな牧場を作っていきたいですよね。しかも今作はレイアウトもすることができるわけだから、やっぱりやらないといけないなって感じがしますよ。ね。時間を見つけてね、今やってるわけなんですが。さあ、とりあえずね、第一エリアはこんな感じか。で、あとは第二エリアもあるわけなんだけど、第二エリアもやっていかないといけないんだよな。これがまた大変なんですよ。こちらも巻いていきたいところですね。で、こっちはチューリップでいいか。よいしょ。これさ、水やりするのも大変ですよね。しかも牧場さ、めちゃくちゃ広いから、第一エリア、第二エリア、第三エリアとやらないといけないから、これ。月初マジで大変だわ。大変すぎだろ。しかもこれ手作業だからな。なんか前作みたいにさ、コロボックルに頼んでやってくれるみたいな、そういったシステムがあったらめっちゃ楽なんだけど。手作業でやらないといけないのが結構大変やな。まあ確かにね、こういった地味な作業を楽しむゲームではあると思うんですが、ただあまりにもね、これは作業ゲーすぎるからな。毎月やらないといけないみたいな。ちょっとそこは大変だなと思いました。はい、ということでね、今日の動画この辺りで終わっていきましょうか。まだチャンネル登録お済みでない方が、もしもいらっしゃいましたら、ぜひこれを機会にチャンネル登録して、これからも動画を見ていただければ幸いです。あとは今日はですね、小ネタの紹介を中心にやってきたわけなんです。これからもこういった形で、まあ、最新情報であったりとか、小ネタの紹介であったりとか、そして牧場レイアウト動画であったりとか、様々なジャンルの動画を投稿していくことになると思うんで、ぜひぜひこれを機会にチャンネル登録して常連になっていただければすごく嬉しいです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。